ガブリエル・デ・ボルボン・イ・サホニアは、スペインの王族。スペイン王カルロス三世の四男。全名は、ガブリエル・アントニオ・フランシスコ・ハビエル・フアン・ネポム製の、ホセ・セラフィン・パスクアル・サルバドール。当時は、ナポリオおよび、シチリア王であった、カルロス三世と、その日で、ポーランド選挙および世襲のザクセン選抵抗、アウグスト三世の娘であるマリア・マリアの間の四。 男としてナポリ郊外のポルティチ宮殿で生まれた。ガブリエルは父が治めていたナポリ王国で幼少期を過ごした。7歳の時、ガブリエルは両親、時計、カルロス、姉、マリアルイサ、弟アントニオラと一緒にマドリードに移住した。おじのスペイン王フェルナンド6世が死を持たないまま亡くなり、父カルロスがスペイン王位を継いだからである。ナポリには 知的障害のため多い継承者の地位を失った、長兄のカラブリア公フェリペ、そして父から8歳でナポリシチリア王位を継承したサン・アニ・フェルナンドが残された。ガブリエルはカルロス3世の息子たちの中で最も賢く働き者だった。非常に教養が深く、サルスティウス及びマエケナスの古典著作の素晴らしいスペイン語翻訳を残したことで有名である。 またガブリエルは音楽家アントニオ・ソレールの才能ある弟子でもあり、エルエス・コリアル教会で死のソレールと一緒に二つのオルガンを使ってコンサートを催したこともある。1771年には建築家、フアンデ・ビジャヌ・エバに命じてエルエス・コリアル修道院の敷地内に巨漢貸いたデル・インファンテを作らせた。1785年、ガブリエルは 重視のポルトガル女王マリア一世の娘マリアアナビトリアと結婚し、間に3人の子供を設けた。ガブリエルは、妻子と一緒に、巨漢カシータ、デル・インファンテで暮らしていたが、1788年11月2日、大密語カルロス・ホセを出産したばかりの妻ビトリアが19歳の若さで急死し、英治のカルロス・ホセも母と死別して1週間後の9日に亡くなった。そして、 ガブリエル自身も同月23日ににわかに天然痘に罹患して死んだ。親子3人の遺骸はエルエスコリアル修道院に埋葬された。フオカルロス3世は愛息死の死に大きな衝撃を受け、ガブリエルの死の翌月によう去った。ガブリエルと妻ビトリアの子供のうち長男、ペドロカルロスだけが生き延びたが、ペドロカルロスは ポルトガルの母方の祖母のもとに引き取られて養育され、後にポルトガル王子の称号をも与えられた。ありがとうございます。